どうも、石垣馬のガキちゃんです。今回はガキちゃんが集めているゴジラフィギュア、怪獣フィギュア、今後の予定や上海ワンフェスの情報をお送りしたいと思います。最新フィギュアの情報ですね。我が家のコレクションに追加されるフィギュアも紹介です。めちゃくちゃ楽しみなキャラクターが待っていますよ。ぜひご覧ください。国内海外のフィギュアを問わず紹介していきたいと思います。ゴジラ、東方30センチシリーズのゴジラは上に並べています。大きいですからね。そしてデフォリアル、チンザジュ、かわいいです。私のお気に入り、キングギドラの大きなサチュ、50センチぐらいはあるかな。ガイガンとキングギドラ、そしてガイガンの色違い、ゴジラ SH モンスターズキングギドラ2019、黄金のように輝いています。そしてダブルドラゴンのキングギドラ78センチ、最高のクオリティです。めちゃめちゃお気に入り。粘土星人さん原型、これを見るだけで映画を見返したくなる。原英斗先生からいただいた怪獣、そして84ゴジラを並べています。高評価、チャンネル登録よろしく。ユーマースタート。まずはハイヤトイズ、全世界注目のハイヤトイズ、ゴジラ熱いですね。スカルクローラー、キングコング対ゴジラ2021のスカルクローラー、全高11センチ、全長36センチで、映画のオリジナル CG データを使用し、ジョイント式の上顎と下顎により、大きく開いた口と恐ろしい歯と舌を再現。新しく改良された首のジョイントデザインにより、頭を下げる可動域が広がりました。舌と口の内側に使用されている柔らかいゴム素材により、フィギュアのリアルな品質が高まり、交換可能な舌とワイヤー入りの PVC 尻尾により、様々なポージングが可能とのことです。2021年のスカルクローラーは頑丈な骨と鋭い爪を持ち、皮膚は鉄のように硬い。映画の中ではエイペックスによる秘密の栽培によってスカルクローラーは赤く成長し、通常よりも大きく強くなっている。このスカルクローラーは成長した強くなったスカルクローラー。キングコング、ドクロ島の巨神に出てきたスカルクローラーはキングコングのライバル。このデザインです。カラーリングが違います。赤いスカルクローラーも楽しみです。我が家のモンスターバースコーナー、ギドラは大きいので別に置いていますが、こんな感じ。ゴジラでかい。ハイヤトイズのラドン、稼働します。そしてモスラのハイヤトイズ、以前紹介させていただきました。塗装が美しいです。ハイヤトイズ素晴らしい。モスラもいます。そして次はハイヤエクスクイジットベーシック、ゴジラコング新たなる帝国をベースにした、高さ180ミリでゴジラの背びれに集まるエネルギーのピンク色の効果を再現。新しいボディデザイン全体に複数のジョイントが備わっており、本物のような外観を確保しながらコレクションでポーズを取ったりディスプレイしたりするための可動式の尻尾など、幅広い可動範囲を提供するとのこと。海外のコミコンやワンフェスでとても評判の良かったゴジラですね。造形も可動もそして彩色も楽しみです。18センチ、まあまあ大きいですね。ボリュームはかなりあると思います。ピンク色の背びれが楽しみです。そして新たな造形も比較してみたいと思います。いかつい。そしてまたエボルブですが、ハイヤのスタイリストシリーズ、7インチゴジラコング新たなる帝国、スタチューですね。 PVC スタチューです。稼働しません。オリジナル CG データをもとに、全高約180ミリのゴジラエボルブバージョンフィギュアを立体化。エネルギーを吸収して進化し、北極で目覚めたゴジラの姿を多層塗装で再現。劇中で初めてピンク色の背びれを披露。象徴的な方向ポーズと相まって、ゴジラの圧倒的な迫力と雄大なオーラを醸し出しているとのことです。とても楽しみです。こちらは稼働しませんが、
ポージングがかっこいい。先ほどのエボルブゴジラと比較してみたいと思います。スタイリストシリーズ、これからも楽しみです。造形も彩色もかなりリアルなんじゃないでしょうか。実物を早く手に取ってみたい。そしてエクスクイジットシリーズ6インチ C も可動フィギュアです。高さ170ミリ細部までこだわって作られており、ゴジラコング新たな帝国のシモを外見をあらゆる面で忠実に再現。皮膚は複数の塗装層で細かく描かれており、照明の下で輝く色を反射するとのこと。これは楽しみ。体全体に複数の関節があり、本物のような外見を確保しながら幅広い可動域を提供します。これもしかして立つんじゃないですかね。立ちますね。これめちゃくちゃ楽しみですね。これこの C も造形も塗装も可動もめちゃくちゃ楽しみです。早く手に取ってみたい。ハイヤートイズはまだ見てません。そして C もスタイリストシリーズ PVC スタチュー稼働しません。巨人族の一体であるシーモは真っ白な体と青紫色の背びれを誇り、力強い外見の下に優雅な雰囲気を漂わせています。この新しいスタイリストシリーズのシーモのスタチューはゴジラコング新たな帝国の外観を詳細に再現しています。映画のオリジナル CG データを使用し、細部まで細心の注意を払ってキャプチャーし、画面上の外観を忠実に再現。全高約17センチのスタチューは方向するシーモンを正確に再現。皮膚やクリスタルのような背びれは全て複数のレイヤーで細かく塗装されており、照明の下で輝く色を反射し、この古代の巨人の威厳ある存在感を存分に示していますとのこと。劇中でのシーモンはただ白いんではなく、真珠のようにカラーリングされていて、体の表面が真珠のように美しく光っていました。ハイヤートイズワンフェス上海で限定バーニングゴジラが販売されていたとのこと。これ欲しいな。日本では未発売です。18センチ。そしてワンフェスではコングの新たなるフィギュアが展示されていました。ガントレットすげー。そしてエボルブゴジラ、なんか相当稼働しますねこれ。そしてシーモが立ってる。シーモ立ちますねこれ。メカキングギドラディープメディアカラーさん、ありがとうございます。写真を提供していただきました。 DMC プロジェクトさん、ありがとうございます。メカキングギドラもハイヤで出るんですね。楽しみだ。相当でかそうだぞ。稼働もすると。キングギドラも展示されていました。映画に忠実な表情をしています。かっこいいです。めちゃくちゃ顔がかっこいい。相当ボリュームがありそうだ。ゴジラ VS キングギドラのゴジラ1991北海道バージョンも展示されていました。メカゴジラも、これスーパーメカゴジラになるのかな。ハイヤのメカゴジラ楽しみだ。そして GMK ゴジラも、金子修介監督の GMK ゴジラかなり怖そうだ。かっこいい。かなり造形もこだわりがあるようです。さすがハイヤ。 DMC プロジェクトさんの素晴らしい写真を紹介。シーモが立った。シーモスタイリストシリーズやっぱりかっこいい。実物見たかった。エボルブゴジラと並べたい。上海限定のバーニングゴジラかっけえな。スターエーストイからモスラが発売されるんですね。ギザのピラミッドスフィンクスの上にモスラが、ということはあのシーンを再現。そしてコングガントレット付き、相当いかついですね。リアルです。ガントレットがリアル、かっこいい。個人的に大注目しているゴジラ2024エボルブのヒートレイバージョン、これはスパイラルスタジオです。スパイラルスタジオのゴジラ熱戦バージョンのエボルブ、めちゃくちゃかっこいいです。体のモールド、迫力、ポージング、背びれの見え方、理想的です。精密に細部までこだわって作られたこのフィギュアは、強力な熱戦攻撃を繰り出すゴジラの原子力効果を見事な形で表現。5層のメタリック塗装があらゆる複雑なディティールを強調し、アクション中のゴジラの本質を完全に再現。しかしそれだけではありません。ゴジラの背びれの内側にある光る静脈が、この映画に忠実なコレクションにさらなる本物らしさを加え、コンパクトなサイズでありながら存在感のあるこのゴジラのフィギュアは棚で目立つようにデザインされており、象徴的なモンスターのファンなら誰でも感動するでしょう。
スパイラルスタジオのゴジラ2024進化系ヒートレイバージョンフィギュアで映画史の一部を所有するチャンスを今すぐお見逃しなくとのこと。カラー違いもありますね。このゴジラの描写は印象的なマゼンダ色の背びれ、恐るべきサゴマイザー、そして全身に広がる恐ろしいトゲが特徴。色が違うだけでかなり印象が変わりますね。造形は基本一緒ですね。色が違うだけです。ゴジラの背中と尾に沿った背びれは透明な素材を使用して作られており、このフィギュアを際立たせるユニークなタッチを加えているとのことです。サゴマイザーすげえ、背びれがトゲトゲしい、結構でかいですね。そしてタイタヌス氏もスパイラルスタジオ。高さ29センチのこの素晴らしいフィギュアは単なる装飾品ではありません。真のファンのコレクションにふさわしい一品。映画の公式素材をもとに当社の才能ある職人たちは比類ない精度でタイタヌス下の本質を捉えるために努力を惜しみませんでした。全ての鱗は生きているような虹色に輝き、クリスタルの細部はどれも完璧に細心の注意を払って再現。彼女の堂々たる姿勢から彼女の体を飾る複雑な細部まで、この像はその制作の背後にある渾身と芸術性の証。壮大な戦いを自分の空間に再現し、この素晴らしい芸術作品に永遠に刻まれたタイタヌス下の栄光に浸りましょう。力と美を体現したこの像は単なるコレクション品ではありません。タイタンの伝説的な戦いへのオマージュなのですとのこと。ゴジラと並べるとやばいですね。大きさがわかります。究極系の下じゃないでしょうか。ここでなんとプロトタイプのディティールが適切に維持され、さらに改善されるように最終製品のサイズをわずかに大きくしたとのこと。大きくなりましたね。すごいこだわりだ。右の大きいのが最終製品。そしてシーモもゴジラ2024進化系のサイズを大きくしたため、正確なスケール感を出すためにシモも同様の加工を施したそうです。少しでかくなりましたね。このこだわりが美しい。エボルブゴジラいかついです。トゲトゲしさがすごい。怖い、かっこいい、強そうだ。じっくりと紹介していきたいと思います。かっけー。新たに発表された写真、大きいですね。そして背びれが印象的。やっぱりこのカラーリングは素晴らしい。方向してますね。理想的なゴジラだ。クリアパーツでできていて、光を当てると透明化する背びれ。カラーが違うとこんなに違いますね。かなり印象が変わる。やっぱり放射熱線バージョンの方がいかつい。そしてスパイラルスタジオ殿堂入りシリーズはこれからも展開していくようです。ムートーもベヒモスも並んでいます。これは楽しみだ。コレクションしたい。ダブルドラゴンさんです。ダブルドラゴンのゴジラ、ゴジラ VS コング2021放射熱線バージョンのゴジラです。この写真を見て一目惚れして予約しました。青く光っております。ものすごい造形なんですが、この斜め下からのかっこよさ、背びれ、モールド、楽しみです。目が光ってますね。体の造形もめちゃくちゃかっこいい。岩のようだ。背びれが光っています。トゲトゲしい。手に取ってみるのが楽しみです。早く紹介したいな。こちらの商品は蓄光で暗闇で光る加工が施されているようです。現物を見たわけではないのですが、ブラックライトに当てると光るのかもしれません。そちらも楽しみです。サイズは高さ 300mm、 幅 355mm、 長さ 450mm、 かなり大きいです。足の幅もしっかりとしていてがっちりしている姿ですね。そしてノーマルカラーバージョンもあります。ダブルドラゴンさんは2種類のカラーリングでこのゴジラを生産しているようです。ノーマルカラーもめちゃくちゃかっこいいですね。背びれが岩のようだ。この正面からの顔がめちゃくちゃかっこいい。すごすぎる。楽しみです。全然印象が変わりますね。そして一番くじ、ゴジラ70周年アニバーサリー
A 賞がゴジラ1954、初代ゴジラですね。70周年を記念してゴジラ国会議事堂バージョンが発売。坂井雄二氏が1999年に造形した名作、初代ゴジラ国会議事堂出現のゴジラが25年の時を経て今蘇ると、当時の原型を高精度 3D スキャンし、坂井雄二氏自身の手で作り上げたと。かっこいいな。おそらく高さは22、3センチほど。一番くじの A 賞はそれぐらいの大きさですね。そしてラストワン賞はソフビックスマイナスカラーバージョンのゴジラ2023、23センチですね。ラストワン賞や A 賞の過去に出たゴジラと同じ型だと思います。ゴジラマイナスワン。そして SH モンスターアーツで私が予約しているのはスカーキング。ゴジラコング新たな帝国で初登場したヴィラン、スカーキングですね。SH モンスターアーツで予約しております。魂ネーションストア東京で展示を見たのですが、めちゃくちゃかっこよかったです。この武器も楽しみですね。ちゃんと先端がクリスタルになっている。ポージングも可動フィギュアなので自由自在。武器が楽しみですね。そしてコング用のビーストグローブ、ガントレットですね、黄色い。ボーナスパーツがついているとのこと。グローブがついてくる。交換パーツですね。そして少年ディック、エクスプラスさんから私が予約しているのは注目、バーガン。東方30センチシリーズにバーガンが登場と、スーパーファミコンゲーム、超ゴジラのラスボスとして登場し、その後1996年発売の CD-ROM ソフト、ゴジラムービースタジオツアーのポスター制作コーナーにも登場したバーガン。初登場以来新作映画の登場が企画されるも世に出ることがなかったため幻の怪獣と言われていた。ゴジ版で登場しましたね。アトリエ小金虫さんの小林さんが造形。いつもツイッター拝見しております。コメントありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいですね、このバーガン。私、発売楽しみにしております。ゴジ版の制作、脚本、演出などを手掛けるアトリエコガネムシの小林さんが自ら造形をされているということで、もう本物のバーガン。造形も彩色も手に取るのが楽しみです。サイズは全高35センチ、全長56センチ、めちゃでかい。そしてアトリエコガネムシさんの X からお借りしました写真です。わかりやすい。めちゃくちゃすごいな。ライトを当てると光ってるように見えるそうです。この翼もこの角もいかつい。そして G 細胞覚醒、めちゃくちゃかっこいいデフォリアルが登場しました。これは予約しましたよ。ゴジラ対エヴァンゲリオン、デフォリアル、エヴァンゲリオンに動き、ビースト G モード、ものすごい塗装だ、かっこいい、凶暴だ、姿がすごい。この商品はワンフェスで展示されている動画を見た時からとても注目していました。ずっと欲しかったです。発光イメージもある。見ていきましょう。ものすごい造形ですね。エヴァンゲリオン2号機のビースト G モード、とても素晴らしいコラボレーションになってるんじゃないでしょうか。コラボというか G 細胞ですよね。アイデアとデザインが奇跡的に融合したデフォリアルです。デフォリアルだからこそ、あれ、これ歯が内側にもありますね。2列になってますよ、内側にも歯があって。これはすごい、これはいかつい。オリジナルの商品です。全幅13センチ、全高18センチ、手のひらサイズながらこの造形、そして発光する、ありがたい。そして造形師茨城明さんの KOC 東京からスーパーリアルデフォルメ、全高約16センチでレジン製、背びれもリアルです。全13パーツの予定だそうです。塗装した写真がかっこいい。そして可愛いですね、吠えてる姿が凛々しい。めちゃくちゃかっこいい G マーク、美しいです。幻の戦闘機、神殿やロゴ入りベース付き。そして東方怪獣コレクション、こちらも茨城明さん造形。
全部で100号、そして60体以上の怪獣が登場予定の東方怪獣コレクション、ディアゴスティーニさんから発売中で、現在31号まで発売されております。3倍以上増えるわけですね。これの3倍か。700分の1統一スケールによる、統一スケールならではの遊びができるこのコレクション、私はとてもお気に入りです。ディアゴスティーニさん、いつもありがとうございます。茨城明さん、ありがとうございます。リアルな造形、彩色、そして統一スケール、360度楽しめるこのコレクションを毎月紹介していきたいと思います。今後のラインナップがマジで楽しみです。皆様はどの怪獣をラインナップしてほしいか、ぜひコメント欄で教えてください。いつも教えてください。最高ですね。これからも怪獣たちを愛していきます。高評価、チャンネル登録よろしく。勇気よろしく。ユーマ、また怪獣動画でお会いしましょう。